源氏社、竹本聖太夫は、六代を数える、自大優説の太夫。縄文は、源氏社。義経千本桜で、佐藤忠信が使用する、源氏社の門は、初演時に、狐場を語った二代目、竹本聖太夫の縄文に由来する。右狐場を務める、聖太夫の門どころ、源氏社ゆえ、源氏のゆかりにて、源氏社の模様を不しこ。 ジョ璃ルリ不鏡元年7月25日本名は、ベニア長史郎。幼少から、ジョ璃、ルリ、音曲に親しみ、竹本義太夫に入門したが小声だったため、竹本座にも出演が許されず若竹生太夫と、名乗って豊竹座へ出勤。1712年に、死、義太夫の許しを得て、竹本座に出勤。1714年に義太夫没子後継問題が、 起こり1715年に竹本生が許され、竹本生太夫の名に改名。1716年11月に国戦や合戦の三段目を語り終わったりする。これが数年にあたり、ロングランヒットを遂げ義ダユの後継者に位置付けされ、18世紀前半期の竹本座で活躍。1734年に氏名の義太夫を襲名する。百三十五年に受領し、 竹本和佐少女、藤原岐七1737年に再受領し、初代竹本春馬少女を名乗った。小声で、悪性ながら、写実的な人間描写や人情語りで評判だった。聖太が学伝を門邸が書き残した音玉区伝書が残されている。明和2年7月10日本名は、薩摩屋十兵衛。大阪の大阪市西区うつぼ鮮魚卸売市場。 雑魚場で魚屋を営んでいた。そのため、雑魚城聖太夫、住居が新町の西口の近くであったことから、西口の聖太夫とも呼ばれる。初代聖太夫の門下で後に養子。1743年の34歳という、後年の年で竹本座に初出勤。師匠譲りそっくりの芸で評判を呼ぶ。百四十八年八月に竹本座で初演の、 金本中心蔵の語りで人気を呼んでいた二代目、豊武この太夫が、竹本座と不安になり弟子を連れて、豊武座に遺跡で太夫が足りなくなり、そこで抜擢され三段目の語りで活躍した。他にも、吉経千本桜などを語り、評判になった。文化八年七月十四日通称は、針前り平、俗称を塩調整大夫。初代の文化で中太夫。 1767年に三代目聖太夫を襲名。この人物は、トラブル、話題が多く、し、二代目聖太夫の存命に勝手に江戸で、聖太夫を名乗ったり、1792年には、張馬大城を名乗ったこともある。登場人物の語り分けに引い出た。大阪や江戸で人気を呼んだ。当たり芸は、新獣天毛島。天保4年7月24日通称は、 若狭矢塔介。三代目聖太夫の門下で、和太夫、二代目竹本氏太夫を経て1809年に四代目、聖太夫を襲名。天保十年六月二十二日、または六月二十三日、竹本琴太夫三代目、竹本茂太夫五代目、竹本聖太夫通称、堺屋聖七。三代目竹本中太夫の門弟となり、竹本琴太夫を名乗る。 四代目竹本染太夫の門弟となり、師匠の全命獣太夫を三代目として三十四年間、名乗り、天保十一年二月大阪稲荷社内東芝居、金出本中心蔵、七段目、大勢浦之助、九段目山品の段切れにて、五代目、聖太夫を襲名。同年五月最強市場南側芝居にても、金出本中心蔵、九段目山品の段で、 襲名披露が予定されていたが、病気により休園。同年6月23日、61歳で死去。増補助竜理大刑図には、染田竜門帝と、聖手獣大竜にて勤められしは、盆34年の間なり、聖太竜を聖手の出勤は進む中心ぐらい一、芝居と網に惜しむべきことなり小国魂聖鎮者へ、収めて、神号、立花の高水神とある。 母書は、下寺町遊行事園上院。生うちし朝顔話、宿屋の段を初演し、十太遊風として今日まで伝わり、十太遊風をもって、太優の風は、打ち止めと伝わる。五代目、竹本聖太夫母実施は、初代鶴沢斎児。文政七年明治十九年八月五日竹本縁太優竹本阿蘇太優六代目竹本村太優四代目。 竹本茂太夫六代目、竹本聖太夫、竹本山城城の門弟。本名、森近蔵。慶応二年九月四条道場北の小家、博多式者の段にて、阿蘇大勇寺六代目竹本村太夫を襲名。明治七年二月松島文楽座、絹影狭間合戦、小牧山城中の段切れにて、村太夫改め四代目、竹本茂太夫を襲名。 四代派はじめ円大夫より、阿蘇大夫次に六代目村大夫より、十大夫四代と、改名死去の頃に六世聖大夫を襲名一度も、この名跡に手派芝居金目寿司スバカだけに六代目、聖大夫、とある、六代目、竹本聖大夫とある芝居にて広労なく名跡を、相続支持化死去せ理、俗名森近蔵と豊竹山城少女が書き残しているように、 襲名披露や六代目聖太夫としての出演歴は、なく、襲名後直ちに死去したことがわかる。忍ぶ面影にも、大阪市天皇寺生玉町長演寺獣太夫事、森地和蔵、竹本聖太夫、森明宝獣、王権全城門明治19年8月5日行年62歳、とある。竹本正子太夫、竹本正子太夫、竹本中太夫、 竹本聖太夫三代目竹本忠太夫の門弟。文政五年の頃より、死について竹本正子太夫を名乗る。文政八年竹本正子太夫と改名するも大座。文政十年に江戸にて竹本忠太夫を名乗るが、竹本忠太夫の名跡は、同門の竹本佐賀太夫が、天保三年正月稲荷分落芝居、生写し屋佐賀おばなしの初演時に、 佐賀田雄二四代目竹本中太夫として襲名し、中太夫名跡を正当に相続しているため、大阪にては、佐賀田雄二中太夫と、名乗り双方にて二名と、愛聖公徳と元とは、大阪の名前湖今は、大阪一名となるなりと、増補上る理大系図にあるように、大数外となる。同様に、嘉永三年江戸にて、六代目竹本聖太夫の名跡相続を宣言し、 すり物を配るなどしたが、三代目、竹本長戸太夫を中心とした、大阪元公の強い反対で差し止められた。神田湯月氏の論文、近世大阪の浄瑠璃都政集団、天保期から幕末にかけてから引用すると、下記の通りとなる。中太夫の主張の要点は、三代目聖太夫、四代目五代目、という大阪の系譜とは別の、三代目中太夫という、 江戸の警府こそが正当性を持つというものである。その根拠は江戸にある三代目の旦那寺を呼び、石碑の世話を自分がしており、そのことを三代目の縁者と旦那寺が保証しているという点にある。一件の争点は二点である。第一に四代目聖太夫の名跡相続の時期の問題である。中部と夫側では三代目の死後、相続が行われたとするが、 大阪元港側は三代目の生存中であったとする。すなわち大阪元港側の主張は、四代目の、名石相続は三代目が承認したものであり、三代目、四代目、五代目、と、先代の名石も、連綿都業座港につき、これ以外の系譜の可能性はない、というものである。第二に、中太優が、証拠書類として提出した、証文下書き、すり物の内容についてである。 将軍下書きとは、一三代目聖太夫の縁者から中太夫に当てた、聖太夫名前を譲る、胸の正門、二三代目の菩提寺から中太夫に当てた中太夫が、同時の縁端家である胸の正門、の二通である。やがてこの三代目の縁者が、針馬や、利平の養子、宇野吉の妻の後天という縁石に過ぎず、中太夫が無理に仕立てたことが判明する。また石についても、 五代目聖太夫の息子、鶴沢斎二が、戦争時町密造院を訪れ、過去町と石碑を調査したところ、針馬や李平英ではなく、針馬や李伊助という名前が刻んであることが分かった。こうして、聖太夫の名前は大阪のみに存在することが明らかになり、中太夫の主張は知りけられるこの一件につき、造法上流利大系図は、雅子中太夫児分れ地住居と、 愛生だんだん年月だて、東京元の頃となりろて気ままを出し、理不尽に、竹本聖太夫と名乗り披露すり者祝い、はい、配り工事大阪へ聞こえ聖太夫名前は、海外一名にて大阪に、引き続遺跡有事人々知るところにして、代々の石碑とも、有の何度も会い、墨が滝松室片子早速大阪よりさどめに使いは、接しところいろいろと、申し立て一応にて合いめ、 不審移転者と東京社中と家け屋に、愛生その時、東京元コロ筆頭生ハリマ夫の猿城にて、生太夫名前は、大阪に限ること総意味の大阪へ、川田氏の趣ゆえその時大阪よりの商人五代目、生太夫せがれ、鶴沢斎児長と太夫門邸、東京崎太夫ー長尾太夫ーに三人受けたまり、大阪に差し戻すなりいて中太夫外文型々にて、 東京にいられずして、旧社へ引っ込め果てられしなりと、中太夫が東京にいられなくなり、田舎へ引っ込んだという後の天末まで記載している。倉田義弘編、東京の人形浄瑠璃には、この中太夫の配ったすり物の内容が記載されている。浄瑠璃の道は、おの通常よりはつりて、生成行人の雷名はとどろきけり、ほどはるかにして、 我が諸岡島屋中太夫、また暴富ま子太夫、共に南馬樹を調整太夫牛の門人にて有効頃、この牛を、そうたまいて後、貧乏長子太夫、また重太夫、共に、生太夫の芸名一代の曲がり受けられ、絶衆芸だか、これも得意にしええ人とはなられたり。ここに、戦争寺町密造院はかの塩町牛の菩提寺なり、小田日ゆかりの者より、 その奥月の無縁にならんことを嘆き、戦士亡不かちなみあれは、とひたすらのすすめ、なるこなる豪もいなみ固く、改めて聖太夫と名乗ることとはなりぬ。末々にお世は、ぬ行の一節は、木に雪地区の心地こそすれ、中太夫寺、竹本聖太夫氏の功名を、越して勇み立つ門邸の人々に変わつてこの道の図は、ものなれや今まさに一旗登る、わさの伊佐を白くだえん、主因。 二岡栄三犬の都市みなずきこの他にも、江戸にて六代目聖太夫を名乗った、豊武岡田夫が存在するが、上記の通り、大阪以外に、聖太夫の系譜は存在しないため、中太夫と同様に大数外となる。ありがとうございます。